徳川家康生誕地である愛知県岡崎市で28日、武将姿の市民らが市中心部を練り歩く、家康行列が行われた。NHK 大河ドラマ、どうする家康で豊臣秀吉の側室茶々を演じる俳優の北川景子さんと家康の家臣、本田忠勝役の山田裕貴さんも列に加わり、沿道からは歓声が上がった。榊原康政役の杉野勇介さん、井伊直政役の板垣李光さんも出演、山田さんの、出陣じゃーという掛け声で出発し、行列に参加した4人は約750メートルを20分ほど駆け進んだ。見物客から、チャチャ様、綺麗、かっこいい、と声をかけられると、北川さんらは手を振って答えていた。終了後、トークイベントに参加した北川さんは、集まった人が、うちわや旗を持って出迎えてくれて興奮した、と笑顔で語った。イベントに訪れた同県刈谷市の主婦は、山田くんが素敵で、近くで話を聞けてラッキーだった、と興奮した様子だった。市によると、4人を見られる1万席の観覧エリアを用意したところ、約6万人の応募があった。